いろいろ食品専用バスの乗り方をご紹介いたします。私、村川喜多と申しますので、よろしくお願いいたします。それではですね、出口は1個しかないので、すぐにお借りいただけるかと思いますが、駅はですね、小樽地区でございます。まあ、そのまま着いたら、こちらの出口から出ていただいて、そちらの方の出口に、出ていただくことになります。はい、そうなりますとですね、出ていただくことになります。右と左あります。右側は持って、まっすぐ進んでいただいて、はい、ここに行きますと、駅北バスタクシー乗り場が見えてくると思います。そう見ますと、まあそうですね、階段かエレベーターがあります。どちらでもいいんですけれども、階段はですね、ご覧通り結構きついです。特に荷物が重い方はおすすめしません。ちなみに先ほど私もやってみたんですが、ダメでした。痛いです、腰が。なので、1階と2階しかないので、すぐにお分かりいただけるかと思います。はい、1階になりました。で、1階なんですけれども、こちらが先ほどの階段ですね。2段階です。出ていただきますと、あ、ここがバス乗り場になります。で、目印がですね、駅から出ていただいた時にもすぐにお分かりいただけるかと思いますが、左側に、あ、訂正いたしました、右側にですね、ホームセンターのビバホームが見えてくるんじゃないかと思います。まあ、基本的に、こちらのビバホームを目印にしていただければ、なんとなくこちらのバス乗り場まで、うち着くんじゃないかと思います。ちなみにですね、私も今日初めてなので、まだバスの形は、把握 しておりませんが、どうやらキロロホテルのマークがついているバスみたいなので、まあそうですね、ちなみに、バスが着いたら誰もいない場合、なんと3分出発時刻よりも3分早く出発してしまうこともありますので、あらかじめ、そうですね、早めにこちらのバス停まで着いた方がいいんじゃないかと思います。はい、それではお待ちしております。